はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。お、ラッキーバーの、よし。お知らせがありますね。あ、なるほど。さてと、カタノギムレットですね。前回G1 キングジョージで3着に敗れてしまいました。どうも伸びがなかったですよね。結構どうしちゃったのかなっていう感じです。体質的なものもあるのかもしれないですね。ただ大根か。お、なんだろう、ビールか。今466キロですが、まだベストは464キロですね。凱旋門賞か、なんか嫌な予感が。で、天皇賞秋にします。吉富信用できないな、ここへ来て。カーチさん、遠征はあまり得意ではなさそうということですね。さあ、しかしまだ4周あるんだ。大物感はあるということですね。
大根か。体重調整は文句なしということで、まだ464キロがベスト体重ですね。さあ、いよいよ天皇賞秋のシーズンに差し掛かってまいりました。状態はいい。これで、調子を回復させたい。ベスト体重ですね。さあ、行きましょう。1.2 倍、ダントツを1番人気ですね。ちなみに相手ですが、メジロマックイーンか、あの時と同じ大外枠ですね。それからムービースター、神のクレッセとなっております。まずは単勝のメジロマックイーンを購入しようか。ムービースターもちょっと怖いな。同客室だからな。一応神のクレッセも。プレクラスに値もちょっと気になるな。実際の勝ち馬だからな、91年の。この4頭で行ってみたいと思います。さあ、これは勝ちたいですね。秋の天皇賞。片野義雄出走です。あんまりいいスタートではなかったが、まあいいでしょう。さあ、あの時とそっくりだな、パターンが。それなりにタフな展開になっております。さあ、ポツンと最後方にいるが、これ届くのか。さあ、マックインがかして先頭に立とうとしてる。まだ最後方だ。残り400、ようやく中を割っていったが、マックインをさせるのか。これで伸びてきたが、届くのか。これは厳しいか。マックイーンにかわせない。また負けましたね。そこまでの実績じゃないのかもしれない。
ということで、立て直しを図らないといけないなっていう感じはあります。次は有馬記念かな、香港かな。どちらにしてもですね、ちょっとがっかりな流れですが、まあ時差を巻き返せるといいかなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。